私はダーツが好きでよく漫画喫茶やダーツバーに投げに行きます。えー、プロとかを目指すわけではないのですが、ダーツ発祥の地、イギリスでは国営放送で中継されていたり、優勝賞金が1000万とかあったりします。そうです、もんです、ね。日本のダーツが発展するにはどういうことが必要だと思いますかやはり日本ではダーツイコールお酒のイメージが強いみたいです。えっと、かけれるかどうかだと思います。結局、あの、イギリスでそのいろんなスポーツが盛んとかって、かけれるんですよね。なので、あの、じゃ競馬がなぜ日本で盛んなのかというと、かけることが可能だからなんですよね。 なので、もしで境させなかったら、かけれるようにするっていうのが正しいんじゃないかなと思います。まあ、本質的には、あの、どのスポーツも、あの、それなりに面白いけど、どれも大してそれなりに面白くないんですよ。ただ、大体、あの、流行ってるのって、かけれるからっていうのがでかいんですよ、ね。なので、あの、高校野球とかって、あの、みんな大好きで見ている人多いと思うんですけど、高校野球で掛けをしてる人って、日本中やたらに多いんですよ。どうやらなんか、あの、その、 あの、闇賭博系の方によると、あの、プロ野球よりも高校野球の方が賭けで動く金額はでかいらしいんですよ。 要は、プロ野球だと、まあ、どうせ巨人が勝つでしょう。はい、巨人みたいになっちゃうんですけど、あの、高校野球だと、あの、地元の高校に賭けたいっていう人が出てきて、要はその、勝ちもしないところに賭ける人っていうのがいると、その分、その、あの、場にで入る金額が大きくなるので、結果として勝った人が超儲かるみたいなのがあるので、なので、高校野球の方が割となんか、金額が大きく動くらしいですよ。はい。